こんにちは、山です。はい、今日は町田に来てるんですけども、今日は2人の企画久しぶりに考えてきたので、それをやっていこうかなと思うんですけど、じゃあその企画なんですか。はい、今日の企画はですね、ブックオフのブランドじゃないコーナーで、ブックオフのスーパーバザーってところがあるので、そこの5階が安いコーナーなので、さっきスカウトしてたモデルがいるんでまあそう、モデルがいるので、その人に来てもらって、でそれでどっちがいいかっていうのを勝負していこうかなと、コーディネート対決、思います。そのモデルさんに選んでもらって、どっちがいいか選んでもらって、その負けた方が相手のファッションを一式モデルさんにプレゼント、自腹でやっていこうと思うので、じゃあモデルさんを呼ぶので、はい、あ、ちょ、モデルちょ、こっち来て、あ、どここれ来たで、まあ、モデル置きお願いするんで、さっきの企画通りな感じで、はい、行きますね。はい、じゃあ行きましょう。スーパーバザー、はい、行きましょう。スーパーバザー行きましょう。一応こうやって映すけどさ、はい、ここです。行ってきます。上に参ります。閉めろよ。男女差別激しすぎ。やっていきましょうね。やめてくださいモデルさん、モデルさんやめてください。カットしないといけないのでやめてください。はい、こんな感じの列が、2段ラックみたいなのがあと4列ぐらい平行にあります。見ていこうかと思います。はい、どうも、ハーフナーマイクです。今回はまあ30分を目安にコーディネート組んで対決したいと思います。では見ていきましょう。こっそり俺だけ聞くんですけど、どういう服装がいいとかってありますか。あの、裸がいいと思います。裸、うん、じゃあ裸をテーマに、裸をテーマにやっていこうと。わかりました。裸俺結構ぼちぼち決まってきた。うん、了解です。もうあっちがやばいと思う、大変そう。微妙、優勢がね、好きそうなのになるかわからん。嫌いかもしれない、うん、けどまあ俺らしく、こうやってやつだけ絶対似合うと思う、うん、じゃあ、ありがとうございます。終わった、はい、カン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 全部言わない買ってきました。はい、じゃあその感想っていう感じで、じゃあ、こっちを到着したんで来てもらいましょう。じゃあどっちからいきますか。じゃんけんで負けた方、勝った方がいいか。うん、接着ポイント。はい、これでしょ。じゃあ敬語から、ね、先行もらいました。はい、あ、待って、高校がいい。高校で選べる感じね。じゃあ俺高校で。高校で、はい、先お願いします。シャバでウタッチ変身。はい、じゃあポイントを説明していこうと思います、はい、まずね、この一番目を引くこのビュース、ね、これ、うん、これね、さっき優勢がなんかビュースって言ったのを聞いて、まあ、これ中心に組もうかなと思ったんで、まあ、今回はこの色を中心に組んでみました、はいはいはい、なんでこれが結構深い緑だから、うん、緑とかちょっと青っぽい感じだから、うん、ちょっとデニムも色が落ちて、うん、なんていうか黄緑っぽい感じのちょっとフレアになってるから、うん、ちょっと優勢立ってみて。フレアめっちゃいいね。ちょっとフレアになってて、その太ももがね、あの、まあ、サッカーやってるのもあって、うん、ちょっと太めだから、その分こうここがね張るとかっこいいかなと思ったからね、フレアにしたのと、あとロンティー欲しいって言ってたからロンティーにして、でこれ実はそのロンティーの柄もなんか緑なんで、本当はそう、これ、はいはいはい、ここも緑のを使って、だからこれ厚くて脱いでもいいしね、うん、って感じにして、で最後にバックだけちょっとまあ青も拾いつつ、オレンジでちょっと差し色で外してみるみたいな、はい、っていう感じで、まあ、スニーカーにも合うかな、いいですね、さっていう感じになっております。いや、めっちゃいいんじゃない。そのフレア普通に欲しい、これかっこいいよな、うん、ユーセン、ユーセンどう、気に入った。まあ、この場合はでは始めますか。これがオブのコーディネートです。このアンダーアーマーなんで脱いや、さっき立ってなかったの。あ、立っとったっけ。アンダーアーマーのインナー、これがもう俺をビビってきて、はいはい、まあ、俺らしいなと思ったし、やっぱビビっとなくてやるよって。
体骨折やろマジで。本当よ。でなんか家勢は、まあ、めっちゃ運動バリバリする筋が、はいはい、運動する時も切れる。確かに。筋が夏はこれ1枚でいける。おおね。確かに。でこれこのシャツ1枚でも。いける時もあるじゃん、ね、確かに。これ朝だからちょっと寒かったら羽織るぐらい、そうそうそう、羽織れるし、汗もすぐ乾くし、このシャツいいかなと思って選んだのと、まあ、スラックスは実際全然履かん件がスラックスで、いつもスニーカーと合わせるってことだった件が、こうちょっとカジュアルにしてなんかまあドレッシーにして スニーカー用みたいなのと、まあ、ガチャベルトはゆうせいこういうベルト全然せんけんが、こういう時に俺らが選んであげるからこそハマったりとか、まあ気づくことがあるかなみたいな、そうで思ってこのコーディにしました。イエーイ、発見も含めて。そうでもそでした、ね、こいつはお腹がぼっこり出て、はい、どう聞きにいた、まだまだどんな感じか判断してもらおうかなと思います。ツイツイ横にも俺かよ、殴られんの俺かよ。はいはいはい、ということで決まりました。お願いします。決まりました。結果発表。一番向いた20チームコーナー、高高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 ジーパンは確かにもう1枚欲しいと思って、はい、うん、黒ズボンは1個あるんや。なるほどね。はいはいはい。じゃあそこら辺も確かにな。そこら辺は好きだね俺。まあズボンかな、決めてよ。それが決めて。そう。なるほど。どちらかというとジーパンの方が合わせやすい感は確かにね。他の服でも合わせやすいし。ということでじゃあ今回全部ケイ君持ちで。ありがとうございます。浮所学生がここで負けていいのかって言いながら、まあ、俺のあれだけど仕方ないね。そう、このあれですか。うわー、ミスター。さっき知り合ったけん、うん、おい、なんかこうするバリバリ熊本でいいんじゃねえや。ありがとう、今日マジで、うん、ありがとう。いや本当にありがとうございます。ありがとう。あと僕のために、俺を選んでくれてありがとうございます。ちょっとあのワイル渡しときます。やったぜ。じゃあ俺だより面白いけんチャンネル持って。あ、俺らが、うん、洋服チャンネルじゃ